明日の世界チャンピオンを目指して若いボクサーたちの熱い戦いが続いています。名古屋国際会議場イベントホールです。さて今夜の放送席をご紹介しましょう。元 WBC 世界ジュニアフェザー級チャンピオン、現在は畑中ボクシングジム会長の畑中清さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして今夜はゲストに、この3月にセレス小林選手の持つ日本タイトルに挑戦しようという、しかも辰吉選手のデビューから4戦目の日本チャンピオンというその記録を最短記録を乗り換えようというマツダジムのホープ石原秀康選手をお迎えしています。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。今日はあの元世界チャンピオンの山口選手とエキシビジョンマッチでスパーリングを行いました。はい、いかがでした？そうですね、まあ上手くて速いんで全然パンチが当たらなくてちょっと情けなかったですけど。でも3月のその日本タイトルマッチですね、非常に楽しみです我々。ありがとうございます。それについてはもう自分も必死で練習して必ず楽しましてなお勝てるように頑張ってやりますね。畑中さん楽しみですね。そうですね、辰吉の記録を抜くと。はい、そして夢は世界へと広がっていきますけどもね。そうなるとあのジム頭である阿部選手、世界ランカーとしても今日はみっともない試合はできませんね。そうですね、もう若い選手、いい選手がゴロゴロ揃ってますからね。はい、注目の試合は間もなくゴングです。本日のメインイベント、ミニフライ級10回戦を行います。赤コーナー、WBA 世界ミニフライ級4位、100ドパウンド、マツダジム所属、阿部。メインイベント阿部サトル選手世界ランカーで登場しました。対試合の見どころいかがですか？そうですね、本人は世界ランカー意識せずに、まあ意識しない方がいいでしょうね。そうですね、まあ敗戦に等しいドローというのがありましたんでね、それをなんとかもう一度打ち消して、ね、今日の試合の結果を見てほしい、ぜひ見てほしいというのがありました。結果がそれは世界ランカーらしい結果だったらね、いいですね。第1ラウンドのゴングが鳴りました。赤いトランクスがマツダジムの世界ランカー WBA 世界ミニフライ級5位の阿部悟、一方青いトランクスに赤のベルトラインがフィリピンのベン・アルバネスです。石原さん、ボクサーにとってのこの立ち上がりですね、試合の立ち上がり、はい、まず相手のことどんな風にどういうところを見るんですか？そうですね、まあ自分の場合はちょっとあまり見れないんで、はい、ちょっと分かんないですけど。そうですか、まだデビュー2戦ですもんね。すいません。ベン・アルバネス選手は15戦して8勝5敗2引き分け、一方の阿部悟は23戦して20勝2敗1引き分けです。もうジムの後輩でよくご存知の畑中さん、はい、今日の阿部選手の立ち上がりの動きいかがでしょう？そうですね、自分としてはやっぱり1ラウンドから攻めていきたいんでしょうけども、はい、いや、このフィリピンもまたクセモンですからね。と言いますと？体は柔らかいし、どこから手が出るかわからんと。あ、右のファイター、身長は157センチ、阿部とはそう身長差はないんですけれども、フィリピンランキングにも入っていません。まあ、国際的には無名のボクサーなんですけれどもね。まあ、阿部選手もこれ立ち上がり相手の出方を伺っているというところですね。そうですね、サウスポーの阿部と右のファイタータイプと聞いておりますが、アルバネスファイターという感じはありませんね。そうですね、お互いにまだこの右手と左手でこの手探りの状態のようにも見えます。第1ラウンドの立ち上がり、伊藤さん、はい、阿部選手ね、もうドレッシングルームにいる時からすごい気迫でしたね。シャドーボクシングやってるんですけれども、もう誰も本当にあの話すこともできないというか、もう声をかけることはもちろんのことね、あの無駄口を叩くことさえできないような、そんな雰囲気ですね。ピーピーしたムードを漂わせていました。
今日の両サイドのレポーターは塩見圭一アナウンサーです。このピリピリとしたムードを持っていた阿部選手、いかがですか、畑中さん。いや、そりゃ緊張感はいいでしょうね。でも立ち上がり見てると、それが硬さの方にはなってないですね。そうですね。さあ右のジャブ、さらにもっと速い攻撃を仕掛けてきました。なんかあの出てこないんで棒を逃がして前に行こうというそんな感じにも見えますね。静かな第一ラウンド立ち上がりでした。この試合は本日のメインイベント、畑中さん、はい、第一ラウンドはお互いにもう本当にあの静かな立ち上がりでしたね。様子見ですね。はい、阿部の方はどのぐらいの手応え、あるいはどういうボクサーだってことは分かったでしょうか。どうですかね、まあ来る前からやっぱり世界ランカーだから、はい、一発食ってやろうというのはありますね。アルバネスの方にはね、はい、赤いトランクスが増田ジムのジム頭であります阿部悟です。石原さん、はい、この阿部先輩は本当によく練習する人ですよね。そうですね、練習もすごいしますね。増田会長が練習をやめろとは言ったことあるが、練習しろと阿部に言ったことがないというぐらいです。そうですね、本当にもう見てても本当一生懸命練習しますね。そういうところがやっぱここまで来たあれだと思いますけど、はい、現在23戦戦って20勝 2敗1引き分け、 WBA の世界ミニフライ級5位にランキングされています赤いトランクスの阿部悟。一方背中を向けているフィリピンのベン・アルバレスはフィリピン国内のランキングにも入っていません。ただ畑中さんおっしゃるには、そのランカーとかランキング入ってないとかそういうことはもう全く関係ないと。でもこれアルバネスにとってもここで阿部を下せばまた名を上げることになりますもんね。そりゃそうですよ。伊藤さん、はい、阿部サイドなんですけれどもね、アルバネスの右腕もそんなに怖くないと、ただ左の返しを狙ってるようだということですね。もう少しあの距離を詰めて狙っていけということです、はい、この指示はいかがですか。そうですね、右はパンチないでしょうね。今の右ですが、ほとんどそうですね。腰の入った右のブローというのはあまりまだ見ていません。ただ第一ラウンドから阿部自身もまだこう攻めあぐねてるといった感じもなきにしもあらずです。さあ第一ラウンドから行くと言っていた阿部悟ですが、コーナーに詰めました。ここで阿部まとめてパンチを出していくか。ブレイクブレイクボックス。左のファイターであります阿部悟、頭を低くして相手の内側に入って、そしてボディを叩いていくというのが阿部の本来得意なブローであります。右のストレート、これをかいくぐって左スピード、パンチの切れ、こういったところはいかがでしょう、畑中さん。スピードはありますね、はい、まだこの距離での探り合いです。頭を振って中に入るか。ここはブレイク、ベン・アルバネス背中を見せています。そして細かいパンチを出していきます。ブレイクブレイクブレイク。第2ラウンドが終わりました。この試合の勝者には朝日。第3ラウンドのゴングが鳴って、畑中さん、阿部の方がまず前に出ていきましたね、はい、そうですね、そろそろこれなんかあのはっきりとしたラウンドというのを取りたいところですけどもね。そうですね、もともと阿部選手ってのはあの本当にあの頭を下げてこう中に入っていくブルファイターっていうイメージがありましたよね、はい、そうですね、それがいつからか少し変わったところがあった。ね、出てこないからやりにくいことはやりにくいんですけどね。アルバネスの方が下がってって手を出してこないと、石原さん、そのあたりいかがですか。そうですね、興奮にやられると自分も嫌だと思いますね。どうして嫌なんですか、出てこないっていうのは。そうですね、こう見てるとこうとりあえずパンチをもらわないようによく見ながら、そのなんていうんですかね、とにかく生きたパンチをもらうようにしてるんで、はい、その阿部さんとしてもすごいこのやりにくいと思うんですよ。で、まあ、当たらないと余計にイライラしてきますから、そういうのが
うん、ずっとこういう膠着状態が続くと多分イライラしてくると思いますね。畑中さん、そのイライラが募ってくるっていうのはありそうですね。そうですね、コーナーに詰めて、そして体をくっつけた時にはこうやって思いっきりってパンチを振っていくんですが、なかなか思い通りには打たせてくれません。アルバネス阿部が詰めていきます。さあ左右のボディをまとめていった。ちょっと顔が歪んだアルバネス、左のボディ、左のボディ、さらに上下の打ち返し、さらに右のボディ、そして左のボディ、この左ボディで阿部は世界ランカーに名を連ねました。ブレイク。実はその世界ランキング入りした時のランディ・マングバット選手、このフィリピンの世界ランカーに勝って阿部悟選手はこの世界ランキングに入ったんですが、その時のトレーナーと今日来てるラマルカトレーナー同じトレーナーなんですね。ですから阿部の対策というのは非常にもう十分みっちりやってきたと言っています。ラマルカトレーナーです。左ボディ入る、ラスト1分。背中を見せているのがベン・アルバネス。まだこのアルバネスのその積極的なアグレッシブなところというのは我々はまだ見ていません。阿部のボディ、さあまたコーナーに詰めた。まとめて打っていきたいところですが、体をつけてそうはさせまいとしているベン・アルバネス。左のボディを拳の上から打っていく。さらに右の返しが2つ。だいぶこのラウンドは阿部選手のパンチが当たってるなというのはありますよね。ラスト、あっと右、これはスリップです。スリップ、ここでゴングが鳴りました。第3ラウンド終了です。畑中さん、はい、3ラウンド終了間際、いいカウンターが入りましたね、アルバネス。そうですね、まあ、胸の辺でしたけどもね、タイミング的にはいいの打ちましたから。でも阿部選手もまさかあんなのが飛んでくるかっていうところでしたもんね。さあまたコーナーに詰めた。阿部が最後の連打を出していきます。左の細かいボディ、こういったブローは当たるんですけれども、畑中さん、はい、相手のこうダメージ当たりの決定的なというのはまだないですね。ないですね、はい。石原さん、先ほどのアルバレスの右のカウンターいかがでした？そうですね、タイミングとしてはかなりドンピシャだったんで、ちょっと気をつけるのは、あのもう街に入ってますからね、うん、で阿部さん結構ちょっと今ラフになってるんで、はい、狙われると。畑中さん、そのラフになってる時ほど隙がある。そうですね。さあしかし阿部がまたロープに詰めていく。ちょっと体が沈んできたアルバネス、細かいボディを打ってきました。さあ左ボディ、このボディです。さらに左ボディ、ロープに詰めた右ボディ、力のこもった感じが出るようになりました。アルバネス少し下がっていきます。先ほどの右のカウンターがありましたが、しかし阿部怖がらずに前に出てきます。またコーナーに詰めた。右のボディから左、まだ両者ともにダウンはありません。今日の試合3分倒れるよ。回して、このボディ攻撃はいかがですか、畑中さん。そうですね、細かくしつこく、ほら、一発ではよう倒しきらんと思うんですけどね、はい、うん、やっぱりしつこく数打つことによって後半有利ですね、この試合の、はい、ということですね。赤いトランクス、松田ジムの世界ランカー、WBA 世界ミニフライ級5位の阿部悟、フィリピン人のベン・アルバネスを迎えています。ここまで第3ラウンドに阿部が右のカウンターをもらってスリップ気味の足を滑らせたらダウンがありましたけども、これはダウンとは取られませんでした。スリップを取られて。その他、両者ともに倒れる、あるいはマットにこう尻餅をつくといったシーンが全く見られません。むしろ 1,2 ラウンドなんかは畑中さん、おとなしく、はい、この後どうなるんだろうなっていう状態でしたもんね。そうですね、3ラウンドぐらいから集まってきました。はい、あのディフェンスに徹してますからね、アルバネスの方が、これ石原さん、こうやって固く守られるとその上から打っていても、そうですね、とりあえず倒されないようにという感じ。ただだいぶ疲れてはいると思うんですけど、そろそろ今度はじゃあスタミナ勝負になってくるんじゃないかと。そうですね、左右のボディを打っていきます。阿部悟、このボディブローは3ラウンドからよく出ています。ブレイク、第
第4ラウンドが終わりました。畑永さん、はい、今日の10回戦第5ラウンド、これ試合中盤に入っています、はい、ここまでの試合のペース自体はもう阿部が握ってますね。そうですね、はい、やっぱりしつこくしつこくね、腹も効いてきてますけども、精神的な何ですかスタミナっていうんですかね、はい、もう嫌だな嫌だな嫌だなというのを、まあ、それが阿部のいいところだからね。うん、これ石原さんいかがですか。そうですね、全く同感ですね。やっぱりボクサーってあのお腹をボディをずっとしつこく打たれると嫌になってくることがある。まあそうですね、ただもうこう見てるとボディ来るのが分かっててこう受けてる感じがあるんで、どうしてもやっぱり最後の決め手っていう部分でちょっとあと一押しが足りない感じがするんですけどね。そこで上返してまた下とかっていう風にしたらもっといいと思うんですけど、はい、攻撃は割とボディに集中してしまってるってこともありますもんね。そうですね、まあ、最も大きな学校ベン・ナルベです。カウント8、9、10、出ません。ノックアウト勝ちです。前回は納得のいかない試合、今回でも期するものがあったと思うんですが。全然ですね、空回りばっかりで、はい、もうそれはもっともっと本当に頑張って練習して少しでも自分の弱点を克服してかんと上狙っていけないんで、はい、本当すいませんでした今日は。それでもあの途中からボディ攻撃一辺倒、とうとうそのボディで倒しました。まあ、ボディで倒したというかもう単なる向こうが狙われたわけで、はい、これといったパンチ当たったわけじゃないですけど、まあ、しつこくいけたっていうのは一つの課題ではあるんですけど、もっともっと精神的以上にもっとテクニックを磨いていかなきゃいけないんでね、はい、まあ足りないところだらけです。その反省の上に立って次回もっと素晴らしい試合期待しております。はい、いつも次回次回言ってますけど、はい、本当今年勝負やと思ってます。もっともっと練習して少しでも上に行けるように頑張りますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。どうもおめでとうございました、阿部選手でした。ただいまの表彰阿部選手のボディーブローが効きましたね。そうですね、石原さん、はい、地元頭阿部選手いかがでした試合は。そうですね、気迫がもうなんていうんですかね、危機迫るというかもう本当に気迫があったんで、それでまあいいファイトだったと思いますけどね。畑中さんいかがですか。まあ世界ランカーと言われとる、阿部自身が一番この間の試合も含めてね辛いだろうけども、阿部のいいとこはこういったしつこい攻撃がいいとこだから、まあ、それが出て今日は良かったんじゃないですかね。はい、それではコマーシャルの後は期待の大型新人緒方慎選手のデビュー戦をお送りします。